平家物語、木村次郎文、井上陽介絵、機械ヶ島の流人、外場流し。機械ヶ島は薩摩方、鹿児島県の南方遥か荒波を越えて行かねばならない。波大抵では船も行かぬ。島にも人はいるけれども、めったに出会うこともなく、言葉もわからない。山旗を起こさないから、穀類も取れず、桑もないから布地もない。海藻魚介を取り、小さい動物を殺し食す。島の中には高い山があり、その頂にはとこしえに火が燃えて硫黄というものが流れ出ている。それゆえに機械ヶ島を硫黄ヶ島ともいう。雷鳴は高く低く、麓には雨が激しく、人が長く生きられるところではない。この島に流された瞬間想図、平藩岩安より丹波の少将成常の三人は、成常の義父平の最小の領地肥前の国佐賀加瀬の将より衣食が送られてくるので、命をつなぐことができた。ある日のこと、成常安頼は島の中を歩くうち、熊野に似たところを見つけた。林は錦織のようなもみじに飾られ、雲をつく峰は濃淡鮮やかな緑の色に染められ、山の景色、キノコたちはよそには見られぬ美しさ。また南を見れば海は満々と開け、雲の波煙の波深く、北を振り返れば骸とそびえる山から百尺の滝、すさまじい響きで落ちる。これぞ熊野権現、那智の滝と成常安より手を合わせて拝んだ。ああ与一だと二人は瞬間を誘うが、不信心では誰にも負けぬ瞬間想図は聞き入れない。日が過ぎ月は過ぎてゆくが、成常安よりは滝の山へ毎日出かける。滝に向かい、南無権現合同寺、願わくば哀れみを垂れたまえ、故郷へ帰らせたまえ、妻子をば今一度見せたまえと祈るうちにも、故郷恋しさがいよいよ激しくなるばかりだった。ある時、いくらかでも心慰められようと、板切れを外場の形にしたものを千本作り、名前と歌二首を刻み書き入れて、そのうちの一本なりとも都へ届けと海に浮かべた。薩摩方、沖の小島に我ありと、親に告げよ八重の潮風。薩摩九州の南方遥かな小島に私がいると、私の親に知らせておくれ。海の上を吹き渡る風よ、思いやれしばしと思う旅だにも、なおふるさとは恋しきものを。短い旅だと思ってさえ故郷は恋しいのに、流されていつ帰るかわからない私の心の内を思いやってください。そのうちの一本が、秋の国厳島の大明神の前の渚に打ち上げられた。たまたま安頼を知る人が拾い上げ、驚き急いで都へ届けた。その頃都では建礼門院が中宮。建礼門院は清盛の娘で、中宮は皇后と同じ四角の置き先であった時であったが、王子をお産みになった。それはまだ誕生前のこと。中宮は大変苦しまれたが、讃岐の院、宇治の悪作夫、藤原の頼長、成親、西光、機械ヶ島の三人の私領、悪領、生き領のたたりだとされた。外場の噂も都で知られるようになったこともあって、清盛は機械ヶ島の流人を許すことになったけれど、俊寛は私の口添えで出征したのに、獅子の谷に城郭を構えて何かとけしからぬことがあった。俊寛を許すことは考えていない。
とついに許さず、成常、安より2人の許し踏みだけを出した。使者は都を7月下旬の頃に立ち、9月20日頃に機械ヶ島に着いた。足摺り。お使いは丹左衛門の城元康というものであった。一行は船から浜辺に上がり、ここに都より流された丹波の少将殿、発祥寺修行御坊平藩官入道殿はおられるかと口々に声張り上げて尋ねた。二人は山の滝にお参りに出かけていなかった。瞬間想ず一人残っていたが、この声を聞いて、あまり帰りたかったので夢でも見ているのであろうか、それとも天の魔王が私の心を騙そうとの声であろうか、現実うつつとも思えぬわいと慌てふためき、走るともなく倒れるでもなく、お使いの前に転び出て、何とぞ私こそ今日より流された瞬間じゃと名乗れば、保役人が首にかけた書類の入った踏み袋から清盛の許し踏みを取り出して瞬間に差し出す。瞬間は開いてみれば、何時らの重い罪はこれまでの恩慮によって許してやる。早速帰郷の用意をせよ。中宮ご出産のお祈りによって特別に許されたのだ。機械ヶ島の流人少将成常、安より法印を赦免するとばかり書かれて、瞬間という文字はない。書状の上包みの紙にもしやと見るが書かれていない。書状の文書の終わりを見、文書の始めを見ても、二人のことはあっても三人とは書かれていない。その時成常安よりの二人は山から降りてきて、急ぎ書状を読む。成常が読んでも安頼が読んでも、二人のことだけ書かれていて、三人とは書かれてなかった。瞬間は、夢にもよくこういうことがあるものだ、これは夢だと思うとしたが、うつつであり、うつつだとすればまた夢のようでもある。二人には都からことづかった手紙がたくさん来ているのに、瞬間には安否を尋ねる手紙一通もない。瞬間は急に悲しみがあふれてきて、我ら三人は罪も同じ罪、流されたところも同じなのに、どうして赦免の時だけ二人は返され、一人はここに残らねばならないのか、平家の人が思い忘れたのか、初期の誤りか、一体どうしたというのだと天を仰ぎ地に伏して泣き悲しみ、少将成常のたもとにすがって、瞬間がこんな身になったのもあなたの父大納言成親殿の謀反のためです。少将殿、人事と思わないでください。許されなければ九州まででもお連れください。お二人がおったればこそ故郷のことも伝え聞くことができたのに、これから先は何もわからず、一人ぼっちで食べるものさえなくなります。と身もだえして訴える。私たちは都へ帰れるのは嬉しいけれど、瞬間殿、あなたのことを思えば帰るに帰れない気持ちです。都のお使いも許してくれず、そうかといって三人そろって島を出れば、お咎めが厳しくなりましょう。成常がまず帰り、人々とも相談の上、清盛公にもよくよくお願いして迎えの使いを出させます。その間は今まで通り暮らしていてください。成常が慰めるけれど、瞬間はもう人が見ていようが恥ずかしさなど感じる気持ちの余裕もない。ただ泣き叫び身もだえる。いよいよ船が出る時が来た。瞬間は船に乗ったり降りたり、何としても船に乗りたいのだ。気持ちは焦る。船は岩につないだとも、綱を解いて押し出せば、瞬間は綱につかまり、腰までも胸までも背の立つまでも引きずられ、ついに背が立たなくなると、
船べりに手をかけて、少々成常殿、安頼殿、おのおの方瞬間を捨て去るのか、これほど情け知らずとは思わなかったぞ。日頃の情けは何になる。乗せてくだされ、何が何でも乗せてくだされと叫び続ける。都の使いは瞬間の手を船べりからもぎ離し、かなわぬものはかなわぬのじゃと船をこぎ出す。瞬間は海中に沈み、やっとの思いで渚に上がり、倒れ伏して幼児が母を慕うように足をすり、足と足で叩きながら、乗せてくれ乗せてくれよとわめき叫ぶが、漕ぎゆく船の常のこと、後に残るは白波ばかりであった。船はさほど遠くへは行かぬのに、瞬間の涙に曇った目には見えない。岩の上に駆け上がり、声も枯れ果てた瞬間は沖へ消えてゆく船をじっと見つめていた。辻風。少々成常安頼は都へ帰った。成常は最小中将になり、安頼は出家したが、瞬間はついに帰れず、岸辺に打ち寄せる流れ木のように痩せ衰えて死に果てた。重盛は病にかかり、清盛が宋中国の国から来ていた名医を差し向けようとしても、外国の医師を王城へ入れることは国の恥ではないかと断ってしまう。43歳で死んでしまった。重盛が亡くなってからの清盛のすることはますます激しさを増し、平家と会わぬ者をあまた罪にし、ついに後白河法皇を鳥羽殿に押し込めてしまった。それは都を吹き荒れた辻風のあった日から半年の間のことであった。治承元年5月12日の真昼時、突如吹き出した辻風は京の王子工事を吹き荒れた。家は倒され、宗門も平門も門という門は5丁も10丁も吹き上げられ、屋根の木の皮や板は冬の木の葉が乱れ飛ぶようであった。横木柱などが中空に散ってぶつかり合う音、風のうなり声は地獄の底から吹き上げる暴風よりも恐ろしいと思われた。家が倒されただけではなく、人の命も牛馬も数多く失い、打ち殺された。京の人々は吹き荒れる辻風の不気味な声を聞いているうち、世の中はもっともっと乱れていくのではないか、戦でも起こるのではないかと不安になり、風の吹き上げる暗い天空を仰ぎ見つめては、口々に祈りの声をつぶやくばかりであった。最初の合戦。源氏揃え。治承4年2月、高倉天皇は天皇の位を東宮皇太子に譲った。東宮は安徳天皇となったが、年はまだ3歳であった。高倉天皇は自分が望んで天皇を辞めたのではない、清盛が無理やりに辞めさせたのであった。清盛はこれで天皇の祖父となり、平家の力を一層大きくしようとした。我が世の春と平家の人々は喜びにあふれていたが、世の中はまだまだ穏やかになったわけではない。後白河法皇の第二皇子、以仁の王と言われた方があった。以仁親王は藤原氏の出の加賀大納言の末成の娘が母君であった。三条高倉に住んでいたので高倉の宮と呼ばれた。高倉の宮は学問に優れていたので、天皇の位に就かれてもおかしくはなかったのに、今は亡き謙春門院に嫌われたため、世に出る時をなくし、ひっそりと目立たない日々を送っていた。春になれば花々のもとで詩を作り、秋の月には笛を吹いて美しい音楽を奏でるという暮らしのうちに、治承4年には30歳になっていた。その頃、近衛河原に住んでいた
原産味入道頼政という者が、ある夜密かに高倉の宮の御所を訪れ、とてつもないことを申し上げた。宮は後白河法皇のご子息であり、ご立派な方でありながら、天皇になれないのを残念にお思いになりませんか。今の世を見ておりますと、本当に平家を恨まず憎まない者はおりますまい。平家を滅ぼし、法皇を鳥羽殿から自由にしてあげることこそ、孝行というものではありませんか。今、宮が平家を討てという公文書を下されば、諸国の源氏の者どもは立ち上がりましょうぞ。京都、摂津、河内、大和、近江、美濃、尾張、甲斐、信濃、伊豆、伊賀の神、三本、木曽義仲、源頼朝、義経など、諸国の源氏64人の名を挙げて、頼政は源氏の力を示しつつ話し続ける。かつては朝敵を平らげ、源家も平家も武士としての地位を得る望みを遂げましたが、今では源家は平家に見下され、地方長官の兵士の者らにこき使われております。そんなわけで上辺は平家に従っているように見えますが、心の中では平家を憎んでいます。その上源氏の者どもは百姓農民と直接つながって信頼されております。今までの争いは古い時代から伝わる制度の中の争いでしたが、宮が源氏に平家追討の指令をお出しになれば、今までとは全く違った古い制度をひっくり返す争い、いや戦いとなりましょう。私も年取ってはおりますが、我が子を引き連れ宮を守り戦いましょう。高倉の宮は降って湧いたような話に驚き、その時は承知しなかった。けれどもいろいろと考えるうち、平家を滅ぼそうと思うようになってきた。小納言是長という人相見の大家が宮を見て、天皇の位に憑かれる層が見えます、天下のことを諦めてはなりませんと言った。宮はその言葉を聞き決心した。テキパキと計画を進め、熊野の重郎義盛を宮家の事務を行うグランドにし、行家と改名させた。行家に平家を討てとの命令書を持たせ、宮の使者として東国へ行かせた。4月28日、行家は都を立ち、近江からはじめ美濃、尾張の源氏に宮の命令を伝え、5月10日伊豆の北条に行き、源頼朝に領事平家を討つ命令書を差し出す。また木曽の間者義仲は行家の置いてあるから領事を渡そうと信濃の木曽へも行く。その頃熊野の別当長官丹蔵は平家に味方していたので、行家のことを耳にするなり清盛に知らせた。清盛は直ちに善悪を考えている場合ではない、高倉の宮を絡め取って土佐の旗へ流せと命じた。高倉の宮はこれから何が起こるか自分の行く末も思わず、ただ5月15夜の雲間の月のもと愛用の小枝という笛を吹き、その音色に聞き入っていた。その時頼政からの手紙を持った使者が慌ただしく戸をたたく。平家追討のこと清盛が嗅ぎつけました。宮を召し取りに来ます。早くお逃げください、三井寺へ行ってください、私もすぐ参ります。宮は困ったことになったぞと思うが、すぐにはどうしたらよいかわからない。宮の家来の信綱は宮の優しい顔を見て、とっさに大したことではございません、女房を装束にておいでくださいと言えば、宮はうなずき女装して外出用の婦人のかぶる一目傘をかぶり三井寺へ急ぐ。御所に残った信綱は宮を捕らえに来た判官兼綱らの300余騎を相手にし、少しでも宮の逃れられる時を稼ごうと、勝手知った御所のうち
木の葉が散るように切って切って切り倒す。だがいかに信すら強くとも敵は大勢。ついに何者かの薙刀で腿を刺され、心は流行るけれどついに生け捕りにされてしまった。高倉宮は高倉小路を北へ、近衛の東へ、鴨川を渡り如意山へ入り、知らぬ山路を夜通し歩き、足から流れる血は砂を染め、夏草の茂みの中の露けさも気持ちの悪い思いであったが、やっとのことで夜明け方三井寺に着く。生きたところで役にも立たぬこの命だが、命惜しさに周到を頼んでこの寺に来た。宮の言葉に三井寺の大衆は喜び迎えた。食事を作り、いろいろと宮の世話をするうちにも、引き締まった空気が寺の中にみなぎっていた。橋合戦。三井寺では、ほら貝を吹き、鐘を鳴らし、僧侶大衆を集めて会議を開いた。今の世を見るに、仏教の衰え、法王、国王の政治の行き詰まりは、民衆を不安のどん底に陥れている。今ここで清盛入道の暴悪を打ち砕かねば、いつの日にその時が来ようか。高倉宮がこの三井寺に入られたことは、小八幡宮、死んだ大明神が我らに力を貸し、清盛入道を叩き伏せよとのことではないか。さて、平家を相手とするには、我らの力は少々弱い。叡山奈良の力を借りねばなるまい。そもそも比叡山延暦寺は天台宗の学問をするところであり、奈良興福寺はひと夏90日の間修行して僧侶の資格を得る階段のあるところである。我が三井寺から助けを求める頂上回し踏みを送れば、必ず我らの味方となってくれよ。みんなの意見は一致して延暦寺興福寺へ回し踏みを送ることになった。清盛はすでにこのことを知り、延暦寺に手を回し、大見舞2万石、北国の織延べ絹3000匹を送ったので、延暦寺は清盛に味方してしまった。興福寺は高倉の宮を中に左右の陣を固めて戦おう。近く出発するから知らせを待たれよ。と返事があった。しかし日が過ぎれば平家の備えは固くなるばかりで、三井寺の僧侶大衆は気が気でない。再び会議を開く。三門延暦寺は心変わりし、なんと興福寺はまだ来ない。こうなっては致し方ない。我らだけで六原清盛の屋敷へ押し寄せよ。僧侶大衆が作戦を練っているところに、平家に味方する阿闍梨信会という者が弟子を引き連れて現れ、いかにも感慨深そうに発言した。平家の味方と思われるかもしれません。思われても致し方ありませんが、何よりも我が三井寺を大事にしたい。平家は天下を取って24年。平家になびかぬ草木もないほどです。少数で攻めても無理というもの。よくよく考えてから決めていただきたい。新海は、もし六原に攻め込むことになっても、日中であれば三井寺側は一層不利になるので、できるだけ会議を長引かせようとした。新海のため議論がたくさん出てきて、無駄な時が流れるのみであった。慶州という老僧がたまりかねて、新海殿は問題をそらしている。今戦うかどうかなのだ。他の人はどうか知らないが、慶州の門徒は今夜六原へ押し寄せて討ち死にしよう。といえば幻覚というもの、どんどん夜が更けてゆく、急げや急げと叫びうちに、一同立ち上がり、頼政慶州らを大将に1504人総意の上を鎧で固め六原に向かう。5月の夜はすでに明け、鳥の鳴き声が響けば、
頼政の長男伊豆の神長綱は、用地こそ勝ち目があろうが、今から行けば六波羅は昼日中、昼では勝てない、一同を呼び返せと僧侶大衆を読み戻し、宇治橋の橋板を柱と柱の間だけ外し、高倉の宮を宇治平等院に入れてかくまう。新海は急ぎ清盛に知らせる。知盛以下28,000余騎が待ち構えておった。直ちに軍勢は伏見の小畑山を越えて宇治橋のたもとに押し寄せた。敵は平等院にいるとみて、時の声を三度上げれば、高倉の宮の軍勢も三度時の声を上げ、平家と合わせる。平家の先陣のつわものが橋を渡ろうとしたが、橋板がない。橋板がないぞ、気をつけろ、落ちるな、と後方に叫んだが、戦いの前の興奮でそんな声は聞こえない。我先にと進む平家の先陣200余騎、橋から落ち、水に溺れて流れていく。さらば、戦わんと両方の橋のたもとに立つ両軍、海戦の合図に風を切って、音のする矢を互いに放って矢合わせをする。宮の方に大家の春蝶、御地院の田島、渡辺の羽生く、佐づく、鈴木の源太が居かけた矢は、鎧にも引っかからず、盾にも遮られず、鳴り響いていく。源三味入道頼政は、長剣の滴れ、鎧の下に着るものに藍色に染めた革の鎧を着て、兜はわざとつけていない。最後の戦いで死を覚悟と思われた。御地院の田島は大難儀なたの鞘を外して、ただ一人橋の上を進みゆく。平家の侍これを見て、いとめよいとめよ者どもという声に、特に号泣の上手な者どもが矢先をそろえて鶴につがえては引き、つがえては引き、散々にいる。田島は少しも騒がず、上の方に来る矢はくぐり抜け、下の方に来る矢は飛び越え、目の前に来る矢は薙刀で切り落とす。敵も味方もその見事さに戦いを忘れて見物する。そうして田島のことを矢切の田島と人々は呼んだ。また筒井常明名衆は、家鎮のひたたれに黒皮脅しの鎧を着て、五枚兜の尾を締め、黒質の太刀を履き、24本刺した黒ボロの矢を追い、塗り込め胴の弓に好みの白絵の大薙刀を取って橋の上に進み行き、大音声を上げ名乗る。我をまだ見ず名のみ知っておる者に、今こそその目に見せようぞ。我こそは三井寺に隠れもない筒井常明名衆なり、一人当選のつわものぞ。自信のある者は出てまいれ、いざ戦わん。名衆の声は平家の陣にとどろき、うおーと向かってくる者へ、名衆素早く矢をつがえ、発しと放つ。24本刺した矢を刺し詰め引き詰め散々にいれば、すぐさま居殺した者12人、傷を負わせた者11人、矢がなくなれば弓をがらりと投げ捨てる。毛皮で作った靴を脱ぎ捨てて裸足となり、橋の雪下駄をさらさらさらと走り渡る。人は恐れて渡らないが、常明坊は京の都の1条2条の通りを歩くのと少しも変わらない。向かってくる敵5人を薙刀で薙ぎ伏せる。6人目の敵の時長の刀が折れ、太刀を抜いて戦う。雲で角縄十文字、トンボ返り水車、一本の刀を雲の足のように八方にひらめかしたり、よじれる縄、あるいは十文字に敵の目を欺く素早い技術に隙がない。目をくらまされて、たちまち8人が切り伏せられる。
9人目の敵の兜に強く当たった刀は、つば元からポキリと折れた。それを川にぶん投げ、明秀は腰の小刀を振りかざし、死などは目になく狂ったように暴れ回る。三井寺の総領大衆は、常明坊の火の出るような激しい戦いぶりに、腹の底から勇気が湧き立って、我も我もと走り続き、走り続き雪下駄を渡る。あるいは敵の首を取り、刀をぶん取り、あるいは深手を追い、腹かき切って川へ飛び込む者。橋の上の戦いは地上に燃え立ち、きらめく刃と刃からは死の息吹がみなぎり渡った。平家の侍大将、上総介忠清は、この戦いのありさまを見て、大将軍のもとへ行き、あの戦いぶりをご覧ください。橋の上の戦いは激しゅうございます。こうなっては馬に乗って川を渡るべきではありましょうが、さみだれの時期で水かさが増しております。無理をして渡せば、人馬多くを失いましょう。されば、淀芋洗いへ向かうべきか、川知事へ回るべきか、どうしたものでございましょう。と意見を求めているところに、下野の国の住人足利又太郎忠綱はまだ17歳の若武者であったが、言葉も厳しく進み出て言うには、目の前の敵を討たずして高倉の宮をなんと奈良興福寺へ行かせてしまえば、吉野十津川の軍勢は合流し、いよいよ戦いは難しくなりましょうぞ。川を隔てた戦いに、淵が嫌だ、背がいいなどとは言ってはいられません。と言い終わるや、続けや殿ばら、と17歳の少年忠綱真っ先に川にいれば、大子、大室、深津、山上、名葉の太郎、讃岐の四郎太夫、小野寺の太郎、部屋子の四郎、神津下野の300余騎が後に続く。足利忠綱大声を張り上げ、強い馬は川上に、弱い馬は川下に立たせよ。馬の足が川底にある間は手綱を緩めて歩かせよ。弾んできたら手綱を引き締め泳がせよ。遅れそうな者には弓の先をつかませよ。手を取り組み肩を並べて渡れ。蔵によく腰を落ち着け、あぶみをしっかりと踏め。馬の首が沈めば引き上げよ。なれど手綱を引きすぎるな。深くなり水に浸るほどになれば馬の尻へ乗り移れ。馬には弱く、水には強く当たれ。川中で弓を引くな。敵が矢を射てもこちらからはいるな。常に兜のしころを傾けておれ。傾けすぎて兜のてっぺんをいられるな。流れを真横に渡って押し流されるな。水に逆らわず、水の言うことを聞きながら渡れや渡れ。と指図して、三百余騎、一騎も流さず向こう岸へざっと渡す。これを見て大将軍知盛は、渡れや渡れ、と叫びながら指揮すれば、二万八千余騎の軍勢皆川に打ち入り泳ぎ渡って平等院へ押し寄せる。平等院の門から繰り出す三井寺の軍勢、激しく迎え撃つ。入り乱れての戦いのその隙を見て高倉の宮をば興福寺へ逃がさんと、頼政一門小勢ではあるが、襲いかかる敵兵をめがけて矢を射続ける。頼政ついに左足に矢を射られ、入道頼政年70を過ぎてよくも戦えたものよと、やっと門の中へ入り、自害せんと渡辺長日トナウを呼び、我が首を打てと命じたが、トナウは涙あふれて主人の首を打てぬ。埋もれ木の花咲くこともなかりしに、実のなる果てぞ悲しいかりける。私の一生は土の中に埋もれている木のように、
花が咲くこともなく、その上今自ら命を絶とうとする悲しいことだ」と一首を残し、太刀の先を腹に突き立て、うつ伏せになりざまに立ち貫いて死んでいった。平家の飛騨の神景家は500騎を従えて馬に鞭当て宮を追う山城の国光明山の鳥居近く、30騎ばかりに守られて逃げてゆく宮に追いつけば、500騎一斉に矢を放つ。雨のごとく降り注ぐ矢にことごとく射抜かれ、馬から落ち、興福寺の僧侶大衆7000人が兜をきらめかせ、宮を迎えに来た時はすでに遅く、宮の首が切られた後であった。三井寺も興福寺も朝敵となりと、平家大将軍髭平の率いる10000余騎が三井寺を攻め、一日戦ってその夜平家の軍勢は寺に攻め入り火を放つ。寺院講堂宝殿道社東廟637、一切経7000余巻、仏像2000余体、民家1853軒、たちまち燃え尽き煙となる。さてさて痛ましいことであった。